準備はいい？テイクワン行くぞ。カメラ回ってる。アニメーションについてやその技術、色や効果音や音楽などいろいろ語ることはできますが、観客が気にするのは画面のキャラクターだけなんです。彼は有名キャラクターの仲間入りを果たしました。バッグス・バニー、トムとジェリー、ポパイなどと並んで。イカれたキツツキ、ウッディウッドペッカー物語。ウッディウッドペッカーには不思議な魅力があるんでしょう。なぜ人気なのかうまく説明できません。ウッディが愛される理由はいくつかあります。ウッディは木の中に住む小鳥、いじめられますがやられたらやり返す。気分屋のウッディに親近感が湧くんです。フレンドリーに見えるのに実際は違う。見てください。ずる賢いウッディを人々は面白がって見るんです。私はぶっ飛んだキャラクターが大好きです。やってみたいと誰もが心の中では思っていても、現実の社会では到底できないことをやってのけてくれるからです。失礼。今のゲップ取ってました。使わないでください。Oh, please, can we just fast forward to the new cartoons? This is the internet, man. いいね。OK、じゃあやってみよう。私はアレックス・ザム、ウッディ・ウッドペッカーの2017年の映画と今回の短編アニメを監督しました。脚本が完成したらすぐ声の収録です。作品に命を吹き込む声優陣が録音ブースに入ります。面白い。3回目のやつがいいね。監督とは映画でも一緒に仕事をしてすごく楽しかったんですよ。 Twigs, Spark, Campfire, Woody!彼らは素晴らしい声優です。ジャズミュージシャンのように即興で臨機応変にできる。ウェンディ・ウォーラスはスウェーデンの訛りを出しつつマーガレット・デュモンっぽくやってみて。3回続けて。ウッディなどの有名キャラクターの声はあまり変えないでと思われるでしょう。皆さんそれぞれにイメージをお持ちだからです。でも一声優としてはウッディのようなスターの声を演じられてとても嬉しいです。今のは最高だ。 Yeah, you better believe it. Take that, Bugs。有名なキャラクターを扱うときには今らしさを取り入れると同時に、そのキャラクターのファンに忠実でいなくてはなりません。死後の世界で原作者のウォルター・ランツに出会ったらパンチじゃなくて握手されたいですから。メイクされるとこの後どこか行きたくなる。声が低すぎたり高すぎたりしたら調節するから言ってくれ。書いてきたメモを見てもいいかな。ああそうだ。ではウッディ・ウッドペッカーの生みの親ウォルター・ランツの話をしましょう。ニューヨーク出身のウォルター・ランツは当時アニメ業界を牽引していたブレイスタジオで才能を発揮し、アニメーターとして頭角を現していました。しかし彼の夢はロサンゼルスへ進出することでした。ランツはより広い世界を見たかったのだと思います。彼はすでに短編アニメーションの実績がありそこそこ名は知られていました。映画のポスターにも名前が載っており無名ではなかったのです。
LA で彼はユニバーサル創業者のカーム・レブリや監督のフランク・キャプラなど名だたる人物と知り合い、ポーカーにも招待されました。使い走りだったかもしれませんが、とにかくその場にいたのです。ランツはユニバーサルに雇われ、幸せウサギのオズワルドのアニメーションを制作監督するチャンスを得ました。レムリはポーカーにいるこの男はニューヨークで成功したアニメプロデューサーだったなということに気づき、アニメスタジオを引き継がないかと尋ねたのです。独立したスタジオではなく、ユニバーサル所有のスタジオです。ウォルター・ランツが幸せウサギのオズワルドの絵コンテに取り掛かっています。新しいキャラクターもまさにここで生み出されています。一般的にアニメーション映画というものは全てディズニー社が作っているんだろうと思われがちですが、もちろんそんなことはありません。ここは75対0でオズワルドのチームが負けているシーンだ。実はアニメーション部門を最初に立ち上げた大手映画会社はユニバーサルでした。山積みのセル画がこのアニメーション撮影台で1枚ずつ撮影されていきます。一つでもいいのでヒットキャラクターを生み出すことがスタッフ全員の切実な願いでした。最後の工程がレコーディングルームで行われています。流れる映像に合わせて音楽や効果音、セリフが録音されていきます。スタジオの顔となるスターの存在が大事です。パラマウントにはベティとポパイ、ディズニーにはミッキーとドナルドがいました。観客に好かれ認知されるにはそういったスターが欠かせません。1940年にランツが独立した際に作られた3作品の一つがキツツキとパンダ一家です。この作品でウッディ・ウッドペッカーがデビューしました。人気キャラクターがいつ現れるかは誰も予測できません。ウッディ・ウッドペッカーがスターになるとは予想外だったのです。ウッディはアンディ・パンダの主演作に途中から出てきただけでした。当初はアンディ・パンダとパパパンダが大嵐のせいで屋根を修理するという話になるはずでした。ランツは絵コンテを見て、これは制作費がかかりすぎるから2人を邪魔する何か違うものを考えろと言ったんです。イカれたキツツキはどうだと。ウッディはこの回だけの脇役のはずでした。しかしウッディは主役のアンディ・パンダよりも多くの反響を呼びました。ウッディは注目を集めました。人々はウッディのハチャメチャっぷりに惹かれたのです。劇場で公開する前に試写会をやったんだけど、みんなウッディ・ウッドペッカーに夢中になったの。一夜にしてスターが生まれたわ。人気を狙って作ったわけではありません。驚きました。 Maybe I am crazy.この1940年はバッグス・バニーが生まれ、トムとジェリーが生まれた年でもあります。ランツはふさわしい時期にふさわしいキャラクターを生み出したのです。ウッディ・ウッドペッカーが登場したことで、ランツはユニバーサルに大きな収益をもたらしました。ウッディはどんどん大きくなっていきました。ウッディの笑い方できますか？ええ、やってみてってことですか？ここ絶対使われる。最初にウッディの声を担当したのはメル・ブランクです。そしてあの笑い方はブランクが高校生の時に思いついたものでした。独特ですよ。下からだんだん上げていくんです。そして最後はマシンガンのように笑う。初回のウッディには可愛さはなく、ブサイクでした。足もかなり太く、歯もありました。デザインはすぐに修正され、その後も変わり続けています。昔と今のウッディはかなり違います。40年代のウッディはイカれた田舎者でした。次第に体型がスリムになりました。髪型も50年代のポンパドールなど、いろんなバリエーションがあります。性格も微妙に違います。新作を作るとき、どの時代のウッディを選ぶのかは悩みどころです。他のキャラクター同様、時とともにデザインも変わっているからです。今っぽさを取り入れつつ、昔らしさも残そうと意識しています。
スタッフは全員キャラクターにはそれぞれ個性があると考えているんです。だからまずはキャラ設定をしっかりしないといけないんですよ。だいたいリサーチから始めます。過去に描かれたウッディの様々なデザインを調べて、今の観客がどんなウッディを求めているのかを探っていくんです。このアニメーションを作るにあたっての私たちの仕事は、ウッディの良い面を全部引き出すこと。型破りな性格を表現すると同時に、言葉のひねりが効いたコメディにします。もちろん物理的に過激な要素もてんこ盛りです。ウッディは正真正銘の人気キャラクターになりました。うらら、非常にユニークな性格です。何十年にもわたって愛され続けている作品の一つです。ハリウッドウォークオブフェームに名を刻み、ユニバーサルスタジオカッポ大スターです。いや、持ってないよ。ランツはアカデミー賞に何度もノミネートされ、1979年には名誉賞を獲得、ロビン・ウィリアムズからオスカー賞を受け取りました。これを待ってた。ライダ、他に言いたいことがあるかって。ええ、そろそろ新作を作るべきです。ブラジルが舞台のエピソードを2本作れることになって感激しました。ウッディはブラジルで大人気のキャラクターですが、この2話ではウッディが実際にブラジルを訪れて観光するんです。今もウッディが愛されていると知ったら、ウォルター・ランツは喜ぶでしょう。鮮やかな色彩とウッディの型破りな性格は今も人々に刺激を与えます。有名キャラクターを扱うのは危ない橋を渡ることです。でも非常に光栄でもあります。誰かを笑わせることって何よりも素晴らしいでしょ。ウッディの人気はいつまで続くと思いますか？私は永遠に続くと思っているよ。Oh, that's the Woody Woodpecker song. Yeah, he's a peckin' it all day long. He pecks a few holes in a tree to see if a redwood's really red. And it's nothing to him on the tiniest whim to peck a few holes in your head. Oh, that's the Woody Woodpeckers too. The Woody Woodpecker song.